つまりカカタはマスターを修理できると思ってパーツを集め続けてたのか。カカタには死というものが理解できないんだ。それでもかつて故障した時アバッドイにパーツを交換してもらったおかげで正常に戻ったことを覚えてたんだろうね。確かにカカタに思考能力はないし、わからないことも多い。だけどそれでも子供と同じように大人を真似するんだ。だから機械パーツを奪ってたのか。でもあいつが